ロナルド・アルシデス・トレーズ・ソロルサーノは、ベネズエラのバリナス出身のプロ野球選手。右投右打ち。MLB のフィラデルフィア・フィリーズ所属。愛称は姓を短縮したトエ。2010年2月にアマチュアフリーエージェントで、シンシナティレッツとマイナー契約を結んだ。5月13日に、傘下のルーキー級、ベネズエランサマーリーグレッズ、8月7日に、ルーキー級アリゾナリーグレッズ、9月1日に A 級デートンドラゴンズに配属された。2011年6月18日、A 級デートンから延長キャンプに送られた。2011年12月23日に、ショーン・マーシャル、デーブ・サッペルトとのトレード。2012年4月3日に、A 級デートンカブスに配属された。2013年は4月1日に延長キャンプに送られ、4月12日に AA 級テネシースモーキーズに配属された。ヒューストンアストロズ時代2013年7月2日にトレードでヒューストンアストロズへ移籍した。2014年は傘下のAAA級オクラホマシティレッドホークスに所属した。オフの11月20日にメジャー契約を結んで40人枠入りした。2015年3月16日、マイナーオプションで傘下のAAA級、フレズノグリズリーズに配属された。5月7日にDFAとなった。2015年5月15日に金銭、または後日発表選手とのトレードで、トロントブルージェイズへ移籍し、40人枠入りしたまま、AA 級ニューハンプシャーフィッシャーキャッツに配属された。2015年6月12日に金銭トレードでロサンゼルスドジャースへ移籍し40人枠に入ったままマイナーオプションで傘下の AA 級タルサドリラーズに配属された。8月11日にAAA級オクラホマシティドジャースに昇格した。9月13日にアクティブロースター入りし、同日のアリゾナダイヤモンドバックス戦でハムストリングを痛めたホセ・ペアザに代わって5回裏の守備から2番、2塁手でメジャー初出場。7回表のメジャー初打席で2塁打を放ち、メジャー初安打となった。ニューヨークヤンキース時代2016年1月12日に、ロブ・セゲディンと後日発表選手、または金銭とのトレードでタイラー・オルソンと共にニューヨークヤンキースへ移籍した。1月15日、レイン・アダムスの加入に伴って、DFAとなった。1月25日、ウェーバー公示を経て、ロサンゼルスエンゼルスへ移籍した。1月27日に、ジェフリー・マルテの加入に伴って、DFAとなった。2月1日、ウェーバー公示を経て再度ヤンキースへ移籍した。ヤンキースに戻った、トレイエスは、ユーティリティの役割を与えられ、72試合に出場した。打撃面では打率、258、1本塁打。12打点に盗塁を記録し、ホームランと盗塁はメジャー初記録だった。2018年11月28日に後日、発表選手、または金銭でのトレードでカブスに移籍したが、2日後の30日に FA となった。その後、12月6日にミネソタツインズと1年契約を結んだ。2019年は開幕から、傘下のAAA級ロチェスターレッドウィングスでプレーし、7月1日に40人枠外となった。9月10日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。レギュラーシーズン終了後の10月28日にマイナー契約でAAA級ロチェスターへ配属され、31日に FA となった。2020年1月2日にフィラデルフィアフィリーズとマイナー契約を結び、スプリングトレーニングに招待選手として参加することになった。9月11日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りした。9月15日にDFAとなり、17日にマイナー契約となった。レギュラーシーズン終了後の10月15日に FA となったが、12月4日にマイナー契約で再契約した。2021年シーズン開幕直前の3月28日にメジャー契約を結んでアクティブロースター入りすることが発表された。ありがとうございます。